あ、本当だ、出てきた。看板出てきた。あ、これ看板出てきたよ。これですか。あ、もうついちゃうんだ。早っ。もうついちゃうよ。これどこ曲がれいいんだ。ここでいいのかな。あ、そこ入っちゃっていいんじゃん。あ、すごい。両上温泉薬師の湯。ついちゃった。早いな、やっぱり近かったな。ここまでの所要時間は9分です。運転お疲れ様でした。いや、疲れてないし、このくらいは近いな。近からあっという間だったよ。え、本当にここにお風呂ある？あるんじゃない。どこの建物だ。なんかどこに泊めようか悩むんだけど、なんかすごい適当になっちゃった。湘南から来たよ、さすが旅館温泉。道の駅両上温泉薬師の湯。埼玉県西部小鹿野町にある道の駅、アルカリ性冷光泉の温泉施設があり、それを目当てに訪れる客も多い。当駅の施設はご覧の通りです。詳しくは道の駅公式サイトなどをご参照ください。まあ、名前の通りですね、温泉ですね、名物は。なんとですね、年間11万人の方が来るそうです。え、そうなの。ええ、すごいな。だってメインの建物これ。ここが野菜直売所、いちごハウス。こ、無料休憩所がこっちにあって。え、うん、小鹿野ファームさん。こっちが無料休憩所。これがメインの建物なんだ、一応。あっちか。え、あっちだ、薬師の湯営業中の方だ。うん、だこっちが、まあ、道の駅の、ね、直売所と無料休憩所ね。看板とかどこにいるの。でこっち薬師の湯はこちらになります。あ、ここだ。この看板入れれる。看板なんてあんの。あ、本当だ、これね、両上温泉薬師の湯。袋がいっぱいいる。なんか戦隊ものみたいな響きがしない。両上温泉薬師の湯。そうでもないって。あ、スタンプも温泉の方にあるよ。あ、そうなんだ。スタンプって書いてある。あと、まあ近場の観光名所はですね、日本百名山の山とか、あと日本、聞いてないからどうでもいいや。あ、あるってね。いくつかあるんだよ、この辺観光地が。あ、これ、あの日本百なんだっけ、滝ね、滝のやつ。そうそうそう、丸髪の滝でしょ。そこがいいんだろうね。で、あとね、なんか文化財、埼玉のなんだっけかな、法要寺、これだ、薬師村。あ、この法要寺ってのが県の文化財になってるやつですね。そんな感じですね、この辺。あとこれだよね、これ今これがもう今日終わってるかどうかなんだよね。節分草。そう、節分草がちょうどなんか3月の時期。まあ、あとはまあご覧の通り神社ですね。うん、本当お寺と神社が多い。山に集まるね、どうしても。なんでだろうね。やっぱそこには。あ、高原一刀流とかあるよ。かっけえな。ああ、本当だ。とまあこんな感じになっております。で、我々はこれからですね。風呂。そう、お風呂に入って。温まると。両上国民休養地案内図。温まる。あ、これこれ節分草。ほら、2月から3月だって。これがなんか一面に咲いてるらしいよ。上級者コースとかいろいろとあるんだね。うん、では、お湯に浸かる。浸かってからスタンプ。スタンプじゃないんじゃないの。スタンプ先にしちゃう。じゃあスタンプ押しちゃおうか。でもよかったね、前に比べたら だいぶ早いよ、これ。うん、前あの大滝温泉っていうのにも行ったの。あの時ね、もう暗くなってたから。
寒い。あ、スタンプどれ？スタンプあった。何のものロボットみたいな。あ、ここもほらちゃんと66ページって書いてくれてる、すごい。ん、何？あとこれ、あ、本当だ、道の駅の記号。これ、あ、ほらこれ日付これで入れられるんだよ。またの日付系の。寒かった。66ページ。トイレ行こう、入らない。うん、それそれ。逆に行った方がいいのかな。はい、両上温泉薬師の湯制覇ということで。はい。はい。お、なんかすごい温泉って感じだね。本当だ。これ日付入れますか？うん、じゃあ日付入れといて。逆になったら笑うけど、こうすね。うん。押すよ。うん。あ、入った。入りました。入った。はい、じゃあ風呂入りましょうか。料金、効能等はご覧の通りです。出てくるまで少々お待ちください。お風呂どうでしたでしょうか。お風呂。すごい気持ちよかった。てか、肌にいい温泉だね。肌がツルツルになるから。もうみんな眠くなっちゃったね。うん。なんかまとめてください。個人的には、はい、大滝温泉の方が良かったような気がする。辛口だね。ん？辛口だね、うん。なんかあっちの方が良かったような気がする。温泉らしいこのお湯の感じが。うん。うん。まあでもね、こっちは11万人来る温泉ですから。うん、あっちもどうなんだろうね。あと景色もあっち結構良かった気がする。あ、かわいい。何が？石霊が。あ、そうっすか。歩いてる、まあ、とりあえずこれで埼玉県道の駅巡り終わるんですけど。あ、そうなんだよね、はい、よく回ったね。なんだかんだ言って回ったよ。ね、で、話まとめてんのに鼻かむでしょ。鼻かむしどうなのこれ。もう一回まとめ直した方がいいんじゃないですか。はい、温泉どうでしたか。どうだった？温泉。温泉も気持ちよかったね。普通。気持ちよかった。気持ちは良かった。気持ちよかったね。ごく普通のいい温泉。うん、いい温泉。まあ、よく言えば露天風呂があった方が良かった。ね、うん、露天欲しかった。大滝は露天あったのね、あれ。あったと思うんだよね。記憶にねえんだけどさ。うん、でもあったような記憶があるし、大滝温泉の方が色の濃い温泉だった。あ、でもどっちも肌がツルツル系。でもブクブクあったの良かったね。うん、ブクブク、うん、湧き出るやつ。あのジャグジーみたいなやつ。 あったっけ、うん、あったな多分。皆さん、あのどこの道の駅が一番良かったですかね。埼玉だとどこが良かったんだろう。一応あの今回でね、あの埼玉県道の駅巡りっていうのが終わるんで、良かった道の駅を一つ行ってもらえればと。結構なんだか食べ物で良かったっていうのもあるけど、あのあそこのいろんなソフトクリームあるメヌマは面白かった。岡部だっけ、どっちだっけ、もう忘れてる段階でアウトだけどね。メヌマだったような気がする。まとまらないよ。バラ園みたいなあったのってメヌマじゃない？そう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 、メヌマなのかな。あそこがいろんなソフトクリームあるのが、あれが食べきれなくて残念だったけど、あれは面白かった。絞りたの花があったのもそこで。あ、そう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 、大きいチンチンね。そうそうそう、ちっちゃいチンチン。あれは面白かった。そこは意外と良かったかな。あとなんだろうな、あとアグリパークもね、夢スイートの方か。まあそこは子連れがいいっていうやつだよね。道の駅らしくないデカさで、うんうん、まあなんだかんだで回っちゃったね。回っちゃった、一通り全部、うん、まあそんな感じでおしまいです。ありがとうございました。ありがとうございました。